チャンネル。皆さんお待たせいたしました、バント実演コーナーに参りましょう。河合さんよろしくお願いいたします。はいはい、ちょっと実演をしていただいてもよろしいですか。はいはい、いいですよ。これね、もうあの今後野球少年のバントの教材になる動画だと思うんです。すっごくバントが苦手だっていう野球少年も多分多いと思うんです。はい、ここ気をつけたらグッと上達するよっていうなんかそのポイントいくつかあれば教えていただきたいなと。はいはい、一番はバッティングで本じゃ一番いいインパクト、はい、例えばセンターオーバーの打球を打つときってどうやって打つかといったら必ずこうなってるわけです。はいはい、自分の目で見えてるところにこうバットが出てこうなってるわけですね。はい、でこのまま飛んでいけばセンターの方飛んでいくでしょ。うん、でそこに手をこういうふうに上にやってこうやってやる。あ、バットで一番簡単。はい、ボールバット目のこの位置関係っていうのはバッティングもちょっと若干こう手が近くなるので目は近くなりますけど、こういう位置関係って変わらないわけです。うんうんうん、打てない時ってこうなってるわけです。バットが出てきて、あ、そうでしょ。ということはバントもこう見えないところでこう当たるってことは確率が悪くなるわけだから、はい、うん、とにかく自分の目で見えるところにバットを出して、こんなに近づける必要は全くなくて、この位置かボールバット目の位置関係でこういう形であとは膝で動いていって目で捉えて、まず芯でもいいから当てて前へ転がすことから始めて、次角度、次打球の勢いをバットの先っぽとか吸収して殺すっていう順番でやると簡単になってきます。これ最初どこに構えておいた方がいいとか、高さとかコースってあるんですか。ストライクゾーンの一番高いところ。高いところ、はい、そうなんですか。はい、それはどういう理由なんですか。高いところに構えてこれ以上高く来たらボールですから、はあ、見送ればいい。はあ、要は一番ストライクゾーンの高いところにここに合わせてこうやってるわけでしょ。うん、ここから下のストライクゾーンをやればいいよ。はあ、そうでしょ。で上から下に重いものを落とす方が楽なわけだから、うん、あ、持ち上げるよりね。はい、そうですよね。持ち上げるより、あとは膝でこう調整して行けばいいだけなんで、これより高いところ来たらボール、うん、そのピッチャーの一番速いボールにタイミングを合わせてインコース高めに来ててもできますよって言って、こっからのストライクゾーンを膝とかと合わせてやっていく。じゃあインコース高めに来たらその最初の構えの位置に当てるってことですか。僕はどちらかというとバットの先っぽに当てて打球を殺すっていうのが苦手だったので、はい、あのコース優先だったんですね。うん、あ、はい、まずちょっと芯に当たってもセーフになるところにやりたいっていう気持ちがあったので、だから右バッターの場合はノーアウト一塁だったら、一塁手っていうのはピッチャーが投げないと出てこないので、はい、一番最後に出てくる野手なわけです。うん、はい、でその人に取らせたらそれだけ時間稼ぎができるわけでしょ。うん、そろそろ殺そうと思ってここに行ったりここら辺ポーンとこう跳ねたりするやつがあるんですよ。見ますね。こんなのキャッチャーもそれしか狙ってないから。だからそれは避けたかった。どこにやったらセーフになる可能性が高いかってことを知ってやるのと、やみくもにそこら辺にバントセンターカーンって言ってやるのとは違うってことです。ガンケルなんかが2ストライクから3バント2回ぐらい成功したのを見てたんだけど、もう彼なんか構えこうパッと構えた時にもうバットの角度が一塁側向いてるんですよ。はい、だから自分はノーアウト一塁であの一塁側やるんだっていう、もうこの形を崩さないでいるから、はい、あ、これガンケルよう話聞いとったなぁ。ガンケルバット上手だったんですね。あの構えたみたいな形もむっちゃ良かったよ。意外、あんないい構えの外国人見たことない。本当ですか。あと自分が思ってたのは膝、肘、このグリップで特に140キロぐらいのボールをここで全部で吸収してやる。でバットでこうやってこうやって引いて加減するんじゃなくて、はい、受け止めてここでもう体全体でここでグンってこうふっと受け止めて打球の勢いを殺す。コース優先しながらその中で打球の勢いを殺せたら、まあ、パーフェクトっていうふうに考えてました。一つ今質問が来まして、はい、一番バントしにくい球種コースはどこですか。僕は常にインコースの高めのそのピッチャーのインコースの高めの一番速いボールにタイミング合わせたので、はい、
だからインコースは少々来ても当たらない限りできました。だからインコースの方がやりやすかった、はい、だからやっぱり目から遠いアウトコースの低いところにいいボールが来たらこう見逃すケースが多かったし、外のボールについていくとどうしてもバットのヘッドが下がりやすい、でこうついていってるとファールになりやすいんで、やっぱり小さい変化の外のボールはやりづらかったです。質問で、右投げ左打ちの方が送りバントを成功するのは難しいですかという質問もいただいています。右投げ左打ちの人というか、まあ、別に左投げ左打ちの人もそうですけど、はいはい、まあ、今近本君なんかがよくセーフティーバントをするときにね、こう左足を前にこう出してちょっとこうやってやってるんですね、はい、だからそれがちゃんとできるようになったら三塁側のバントはある意味簡単です。これがこのままこう下がってこうやってやると意外にこうファールになりやすいんですね。だから左の人はこういってちゃんとこう整体して、で三塁側ポーンとセーフティーとか送りバントね、送りバントの時もノーアウト1、2塁とか二塁の時にこうやってやって、こうやってやって、そしたらもう面ができるわけでしょ、うんうんうん、三塁側へ転がすぞって、それでそのままこのまま当たれば三塁側に転がっていくわけ、はい、殺す必要は全くないわけで、コーンって強めにサードゴロを打てばいいの でその時に必要なのはこうやって下がったままこうやらないってことね。うん、なるほど。左の人はその体勢のまま一塁側にはできるんですか、はい、もうできます。一塁側にもしこれやろうと思ったらどうするかって言ったら、この右の手をこっちにこう引けば、あ、足は同じなんですね、はい、右手の位置が違うんですか。バットの位置が変わるでしょ、はい、三塁側の時にはこうやってやるとこのままこう出してるわけ、ね、はい、これで当たればいいわけでしょ。で一塁側の時にはこれを右手の位置見て、ああ全然違う、なるほど、ね、こうやってやれば、もしくはこうクロスで右バッターが三塁側にセーフティーバントをやるときのようにちょっとこうクロスにして、右の手をこう引くと左の手が出やすくなるのでバットの角度がつけやすくなるということですね。じゃあそのどちら方向に転がすかというのは、そのバットの太い方を握ってる手じゃなく、はい、グリップ側の手の位置で変わってくるということですか、はい、これはもうジャイアンツにいた時もそうですし、阪神の今年のキャンプでもそれはお伝えしました。優勝と夜明かしを刻む全員で取りましょう。みんなでつないだチャンスだったんで、ここで一本通った。おめでとう。シミカネージオ君の MVP。 チームの勝敗であったり全部僕が引き受ける。